2023年12月23日、5チャンネルにこんなスレが立った。タクシードライバー、運転手不足で週3で50万稼げる時代に。チャンスに乗り遅れるな。早速スレを見ていこう。タクシー稼げる？週3で月50万円。運転手不足で引く手あまた。頑張った分だけ給料に反映、転職組も平均月収50万円超え。これでニート問題も解決だね、にっこり。こま？8時から翌3時まで定期。月収ってことは手取りってことだよな。普通にすごい。なんでやねん。くさ。都内なら出勤日数最大まで増やせば稼げるといえば稼げるけど、ちゃんと休憩しながら適度に働いた方がいいぞ。お前ら急げ。タクシードライバーは本当に人によっては転職やと思うわ。バスの運転手も不足してるよな。少子化やばい。こういうバカが政治に文句言ってんだから、そりゃ政治家も国民舐めるわな。少子化関係ねえよ。関係あるだろ、お前はアホか。関係ないぞアホ。週3でも何もタクシーの勤務形態ってそういうもんやろ。24時間勤務で次の日休みの繰り返しだっけ。まあタクドラは今年は景気ええよ。数年先はどうなるかわからん。500でいいなら悪くない仕事。ライドシェアで偉いことになりそう。岸田を恨むのかな。ライドシェアなんか流行るわけないから何も影響ない。都市部では流行りそうだ。頑張らんかったらいくらなんや。1日10時間乗務、税抜き4万 ×11 金としたら月収25万いかないくらいやね。タクシーってどこも似たような割合で具合だろ。どんだけ人手不足でも安定してこんな稼げねえよ。英州80でええんやから額面50は今の都内では楽勝やぞ。今はであって来年の春以降稼げになるかもしれんけどな。126万売り上げたらどんぐらいの収入になるんやろ。タクシー業界よう知らんけど基本給低くて業績で上乗せするタイプよな。抜き126なら ×63 から 65% と思ってええから月収80ちょっとやろな。まず売上から消費税引かれて110万、それに部率 60% ぐらいかけて66万、税金引かれて手取り60ぐらい。なんか知らんけど給与計算前に消費税引かれるんだよ、タクシーの売上って。今はタクシーアプリで呼び出されるんちゃうん。いいねえ。次126万売上て月収50万、個人タクシーでええやん。顧客やるには雇われ数年やらなあかんから。年末は稼ぎ時やろな。忘年会に帰省にタクシー使う機会増えるから。友達が都内でドライバーやってるけど相当やる気なくても35万はあるって言ってたな。最近ホテルのフロントにタクシー頼んでも空車内装ですって言われること多いもんな。一応これ6月やから6月で120やってる人は8月なら150近いやろ。今年クソ暑くて8月忙しかったし、あと今月も150くらいやれると思うんげーやけど。法人宅でも今年はトップ層普通に年収1000近いのばっかや。今年はバブルや年コロナ明けと乗務員数減と酷暑で明らかにぶっ飛んでる。厳しい仕事やで。うちの会社で締めまでで水揚げ160万超えが一人しかおらんかったわ。週3勤務といっても1勤務20時間労働だぞ。そしてこれが異例ではなく一般的な勤務形態なんやで。ただ普通の仕事も週1休みで毎日12時間会社におるとか普通やからな。そう考えたら同じくらいよ。バラすな。売上100万円で月収50万くらいなのか。直し？都内は今年はバブルだったな。弊社でも1000万前後稼げた人かなり多い。売上100万だったらバック何パーくらいなんやろ。 60% と思っておけば大体合ってる。うちの営業所も去年入った新人が700超えいけるから喜んでるよ。適正あれば悪くないとは思うし、セーフティネットとして大事な存在かもしれん。ライドシェアとか問題ばかり起きそうなんやが。若者の車離れで、車乗れないやつばっかだからな。あとは外人旅行客需要。金あったら買ってると思うよ。負担率 50% あったら若いうちは使える金もないわな。まあゴミみたいな客も多いだろうし、対価としては十分やろ。タクシードライバーって24時間勤務でしょ。週3で60時間稼働だけどな。そうか、タクシーのうんちゃんにくら返すっかな。ライドシェアはアメリカですら成功しているから日本での安全性はなりあるだろう。あとは初乗りがいくらになるかだな。結局安ければ客は飛びつく。料金はタクシーと同じだってさ。言うてウーバーみたいなライドシェアのゴミは会話せずにピンポイントでピックアップポイントと目的地を指定できるところにもあるからな。日本語話せない外国人需要はめちゃくちゃ高いはずや。でもやっぱ外国人乗せるのは怖いな。日本人限定とかできるんやろか。客側は運転手の顔とかわかるで、運転手側からは乗客の情報ほとんどわからんらしいな。ワイはアメリカ旅行した時にウーバー使いまくったけど危険はあんま感じなかったな。ライドシェアも自動運転もうまくいかんと思うけど、今年くらい稼げる年はもうないような気はしとるわ。難点はそこで政府がやることで成功することないやろ今。マジレス、全国通訳案内士持ちのタクドラなら、インバウンド客対応で余裕で600万稼げるぞ。全国通訳案内士の英語の一次試験は、英検1級かTOEIC900以上で免除だからおすすめやで。
そんなウルトラ特技あるなら海外行って日本語教師でもするわ。20時間労働にメス入れる記念かよ。高齢者ドライバーにもそれさせてちゃあかんし、若手も入ってこない。今年なんか稼いでる上位みんなして日勤やで、確実が強制されとるわけちゃうし選べるで。カスみたいなドライバー多すぎ。15分都市構想によりタクシードライバーなんて闇の勢力に潰される職業やろがい。それなら週1で18万で雇って。50万程度なら普通にデスクワークでいいわ。新卒で50万稼げるデスクワークっていうほどあるか？頭悪そう。なんで？なんか間違ったこと言ってるか？デスクワークで50万ってタクシードライバーみたいに誰でもつける仕事やないぞ。新卒でいきなり50万稼ぎにかかってどうすんねん。タクシードライバーなんて昇級戦のやから遅かれ早かれ障害賃金抜かれて終わりやろ。でもデスクワークの50万円って大抵は激務やぞ。机に座って黙々と事務作業してるような仕事じゃなくてハードなマネジメント職だから、どっちが人生の幸福度高いかはまた微妙。んなことはないと言おうと思ったが、タクシードライバーくらいの学歴なら確かにそんな仕事しか選択しないかもしれんな。ワイはその前提でレスしてたろ。お前頭悪いな。新卒で50万って言っとったやん。いや新卒って限定ついてても変わらんだろ。やっぱりお前頭悪いな。ライドシェアって要するにヒッチハイクみたいなもんなの？スマホで呼び出すタクシーやな。外国語対応やで外国人が呼びやすいらしい。運賃はタクシーと一緒。殴られたり強盗のリスクある割には少なくね。銀座が競争率低くて儲かるらしいね。客の質が悪くて避けるタクシードライバーが多いんだとか。港区が客層悪いことで有名。逆に新宿区渋谷区あたり浜友な人が多い。世間のイメージとタクシーの客層はまた別なんだよな。金持ちの方がふんぞり返ってサービス受けてる印象あるけどな。金持ちかどうかの違いではないんやろ。とにかく港区は評判悪い。港区はいい方だぞ。六本木はあかんけど、悪いのは銀座、歌舞伎町、錦糸町や。間違いなく金持ちの方が態度もいい。どんな業種も給料上がれば人来るやろな。奴隷みたいな賃金しか払えないとこはどんどん潰れていく。まともに残業代払ったら会社が潰れる、とかいうのアホだよな。そんな会社は今すぐ潰れるべきなのに。だから利権守りたくてライドシェア妨害してんのか。死ねよクズ業界が。吉野家のバイトですら時給1500円超えてるような時代に月収20万だの15万で自民が、親ガチャがとか言う前にやることあるやろ。不愛生だからやりがいはあるよな。ガチの人手不足に陥るとごく一部の成功例かいつまんでステマするんやね。ライドシェアやるならウーバーじゃなくてグラブ使わせてくれ。インバウンド需要減ったらまた転職しそう。働いてる側はそれでいいやん。人不足で高級で入社しやすいとこに転々としていくでいいやん。インバウンド需要が減ることなんてあるか？可能性として例ではないけど増え続けるだろう。最大の客である父の国と仲良くする気ないからね。国の都合でお給料減っても保証してくれへんし。まあ欧米の観光客が旅行先を選ぶときの日本のマイナスポイントが中国人が多いなんやけどな。外国人観光客はコロナ前は回っとる。酔っ払いの対応に時間割かれてかわいそうなうんちゃんおったわ。ライドシェアはいろいろ事件になるだろうから、その後流れがどうなるかやな。それとないやん。てかと新部やん。人手不足なんだから週6で100万稼げよ。タクシーってボーナスってあるん？なかったら実質いまいちやろ。平均5ヶ月分くらい。外国人は日本の電車複雑すぎて乗りたくないんか。そもそも電車にいいイメージないだろ。電車に乗るのは貧乏人と犯罪者ってイメージ。中距離移動で鉄道は使っても観光客が在来線でっていう文化なかなかないやろ。週休4日じゃ人手不足になるの当たり前やろ。稼げないのは以前の話。今はどこでも稼げる。それくらい人がいない。真っ当に賃金が支払われるのはいいことやん。インバウンド客がライドシェア使うかな。大抵どこの国でもライドシェアは危険だけど安いから、リスクと費用を天秤にかけて安い方がいい人が乗るけど、日本はタクシーと同料金とか。副業でライドシェアやっていいか？別に一流企業勤めと比較する気ないねん。想像されてるのより稼げるし、普通の接客用やしというだけやは底辺として入んちゃうかと。行く末どうなるか知らんけど、人出たらんしニートしてるくらいなら応募してみてどうぞ。また海外からの観光客増えてきたからガッポガッポよ。まあ、誰でもできる定休職の中では運転技術あって道詳しくて面白いエピソードにこと書かないし、稼げるって分。土方や介護とかよりはカッコつくしおすすめかな。マジで円安やし、なんか海外輸出して稼げんかな。勉強が大変なのと、腰や肩やケツ穴痛いのと、トラブルや事故や違反のリスク問題、それらクリアできるくらいの健常者が楽して稼ごうというなら神やで。勉強って何を勉強するんや？地理、効率的な回し方、施設の付け場所や降車場所の把握、予約とかで必要な細かい作業、客の話題に合わせるくらいの知識、腐るほどあるぞ。ケツ穴痛い問題はクッションとかでなんとかならんのか？まあなるけど、会社の車でそれは慣れるまできつい。駅前行くといつもタクシー余ってるイメージだけど不足してんの？
需要がでかいならめっちゃ稼げるはずなのにそんなことも聞かないし、てか二種免許ってどれぐらいむずいの？駅によるんじゃない？新宿のタクシー乗り場なんて客が長者の列で乗るまで30分待ちとか当たり前やぞ。アプリで課金しても全然捕まらないし。すげえな。でも個人でやるにはタクシー会社で10年ぐらい働かないといけなんだっけ。自動車学校で金払えばチンパンジーでもギリ取れる程度や。教習所の指導員って助手席からハンドル持って爆速のバックで車庫出しするから、そのレベルの運転技術がいるかと思ったけどそんなこともないのか。タクドラじゃなくても運輸や製造に人がいないから、サラリーマン辞めてブルーカラーなるのもありかなと思ってる。確かに運転するにしても人間を運ぶリスクを選ばんでもいい気はするな。運動不足になりそうだからな。週3で24時間やけどな。それでも週6日金クソブラックよりははるかに。Y 横浜タクシー運転手、年収600万以上は残業なしでも余裕。タクシーは余ってる。足りなくなるのはピークの時間のみ。週3は確実勤務なら週6勤務。でもエースや勤ならいけないこともない。Y、サラリーマン年収500でなく、転職すっかな。タクシー運転手的制裁あれば天国やで。拘束時間と給与に関しては文句なし。まああと10年は自動運転なんて実現しないだろうから、運送用はありかもしれん。牛島くんでタクシードライバーめっちゃしんどいけど稼げるってあったけど本当なんやな。都会じゃないと稼げないよねやっぱり。方向音痴だから無理だわ。今のタクシーのうんちゃん地元以外ならほぼなぎ通りにしか運転せんやろ。逆に好みの道順を聞く義務があるやろ。タクシー道ってのがあるんやで、なぎじゃ無理。長距離ほどそういうのは楽になるけど大多数を占める短距離客はタクシー道を覚える必要あり。普通にやってや覚えるけど。外国人観光客はウーバーアプリ使うのいる。割合とかは知らん。インバウンドなんて売り上げのごく一部。企業の経費によるクラブ接待なくなったのは痛い。今渋谷から調布行って調布で休憩中やで、一発で9000くらい稼いだ。ジャップって残業とかしないとか言ってるけど実際問題残業せんと労働力経済活動維持できんやろ。それ本来楽なんだよな。誰も残業しない代わりにその分人を雇えばいいだけ。そしたら経済も活性化する。トップ成績の人らは常連の固定客とか持ってんのかな。人による。常連客を持つとその人に束縛されて効率的な稼働は難しくもなる。 Y の周りのエースは自分の客持ってない。年度末ゴールデンウィークお盆年末なんかはタクシー不足にもなるけどその時期以外は近所の終電前後でさてタクシーは空車だらけ。ナビは一通案内線からせめてある程度当たりつけた上で客からそれとなく引き出せないといかん。稼げる夜はそれでも通用しないパターンが多い。なるほど、デメリットもあるのね。ミスリードすごいな。ゲロとうんこ漏らしたらどうなるんやあれ。いくら取るか知らんが罰金以上の損害だよな。大手のタクシー会社は何も請求するなと指示してる。やるならドラレコに移らないようにと。中小や個人はイケイケで請求するのもいる。クソみたいな月給でブラック労働やるくらいならタクシーの方がはるかにマシなのはガチ。人間関係もあるにはあるが、他の職場より圧倒的にないからコミュ障でもいける。若者は運転できないからもっと稼げるようになるよ。あと成田空港勤務はガチで金脈埋まってる。外人が平気で都内目的地にするからバブル状態。自分が一種免許取ってから分かったけど、二種取ってる運転手はやっぱちゃんとしてる率高いわ。ウインカー出すのも早いし横断歩道絶対止まるし。でも職業がタクシー運転手とかダサくて嫌だわ。イギリスなら弁護士や医者並みの権利があるから。Y はクソ客だけが苦手だから22勤務の昼日勤という楽して年収500万やってる。まあうまい Y でもこれだから昼日勤で楽して稼ごうってのはきついやろな。ちなみにお客さんの 99% はいいお客さん。たまにいる悪魔に対して会社が頭を下げるからおかしなことになってる。週3日、1日18時間労働。何でこないなことになっとるんや。人増やして交代で9時間とか10時間とかにしたらあかんの。タクシーって不愛想やろ。車1台を A さん、月水金。B さんや木土で使うからや。会社は車を少ない人数でできる限り稼働させたいんや。その結果が確実勤務。慣れればめちゃくちゃ楽やで。20年後にはない仕事だから若い人にはおすすめできんな。頑張る言うても何をどう頑張るんや。ゲームやパチンコスロットと同じだよ。時間場所で期待値を追う。恵比寿、文京、品川、世田谷が特に人どい。外れ客引いたことないかもしれん。タクシーとかトラックのうんちゃんって免停とか取り消しなった時点で罪だよな。違反とかする人間はしまくるし、しない人間は全くしない。物損事故は大概のドライバーがするが人身事故は滅多にない。あんなシフトで働いてたら死ぬやろ。そもそも家帰っても寝られなさそう。まあ何もなければ楽だけど、事故のリスク考えたら決して男とは思えない。稼げませんよ。東京大阪からまだしも地方は無理。平日はガラガラでタクシーなんて空車だらけ足りてないのは週末の夜だけです。タクシーとかなくても困らん。少しは外に出ようね。少しは他人と関わろうね。個人で運転手雇ってるんか？すげえな。二
通に使わんだけやぞ。何時間でも歩くから。勝手に聞いててくさ。週3日、1日20時間拘束。どうせこんなんやろ。しかも早晩夜勤みたいな朝も夜も働くような不規則勤務。悪いけど70、80万はくれなきゃやってられんわ。チャップランド2万円ず許容に比べればよっぽど役に立ってるからな。もっともらってもええわ。煽りとしてそれは悪手だろ。許容が栄えてる国ほど裕福なんやぞ。タクシーで稼ぐって結局事故や違反のリスクと引き換えやろ。そんなにいい仕事ならそんな離職率が高いわけない。あと立ち悪い客と遭遇やな。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。